まぱん、お疲れ様。やだ、帰っちゃダメだよ、まだ。今日の本編終了後、談話室のコーナーになりました。もう帰ろうとしてるでしょ、くまぱん。本編終わるとね、すぐに帰っちゃうんですよ、この子。で、今日の本編、ウンベラータについてでした。ウンベラータの葉っぱが黄色くなって落ちてしまう場合、原因と対策について、原因その1、なんだっけ、寒さ、その2、水分不足、その3、根詰まり。まだご覧いただいていらっしゃらない方は、この動画のね、下の、説明欄にリンクを載せておきますので、観葉植物、ウンベラータだけに限らずに、観葉植物全般に関してもね、このようなことが言えますので、ぜひね、ご覧いただけたらと思います。やっぱり冬場にね、葉が落ちてしまうことありますよね。ちょっと不安になりますよね。そういう場合ね、参考になればいいなと思います。で、今日の本編では、葉が落ちても、現在、マンションとか、一軒家でも、とても暖かい、新しい、お家では寒くならなくて、冬でも最低温度が15度ぐらい、10度とか15度保てる場合は、葉が落ちても明るい場所にね、明るくて暖かい場所ですね。暖かい場所に置いてあげて様子を見てくださいということでしたが、私の自宅のように、ね、今ね、言っちゃうとね、冬でしょう。だいたいね、夜、夜間になるとね、3度ぐらい、窓際はもう3度ぐらいになってしまうんですよ。こういう寒いお宅の方へ向けて、私はどんなことをしているかというね、対策についてお話しさせていただきたいと思います。そこまでね、寒くなっちゃうとね、さすがにね、どんなに頑張ってもね、葉がね、多少落ちてしまうことが、どんなに気を使ってあげてもね、落ちてしまうことがあります。葉がね、こんな風にね、黄色くなってしまったり、あと、これみたいに黄色になりかけている。このように、もう、こうグリーンの葉っぱと比べるともうかなり黄緑色、黄色いですよね。こういう風になってきた葉っぱはいくらここからお世話して元気になれと願っても葉っぱはね、元には戻らないので、もう落としてあげてください。だいたいね、ハサミを使わなくてももうちょっと、これまだかな、もうちょっとね、乾燥してくると下にポコッと曲げてあげるとポロッと落ちてくるので簡単にね、外れます。なので、そうしたら葉っぱはね、黄色くなった葉っぱはね、全部落としてあげてください。私もね、お部屋の全体のね、正直に話しちゃうと、全体のね、もう3割ぐらいはね、ウンベラータ葉っぱすごく多く、秋まではね、ベランダで育てていて、葉っぱ小ぶり、シェードかけて柔らかい光でね、たっぷりと日差しを浴びて育てたので、葉っぱね、たくさんついていました。で、たくさんあった葉っぱのね、だいたい3割ぐらい今ね、黄色くなって落ちてしまっています。その葉っぱはね、全部落としてあげています。あと、このまんま、もしかして皆さんのお宅の中には丸坊主になってしまうほど、全体の葉っぱが黄色くなったり、汚れるっていうか、傷んで、もう、黒くなってしまったり、そういう場合もね、全部葉を落としてしまって、そうなったらもう幹だけになってしまっていますよね。そういう場合は窓際の明るいところに移動させてあげてください。移動させてあげると幹にね、日差しがたくさん当たりますよね。暖かくはないですね、窓際で寒いですよね。寒いけれど、明るい日差しをね、幹に日差しをね、たくさんあげてください。そうすると、うまくするとね、冬だから、春の時みたいにね、4月5月になると葉っぱがパーッと出てきますよね。その時みたいには勢いよくは出てこないんですけれど、少しちょぼちょぼとね、葉が出てくる場合もあるので、その時出た葉っぱは寒い環境に慣れてる葉っぱなので、急に落ちたりはしないので、そのまま窓際でね、育てられるのでいいかなと思います。あと何かな、あとはそうですね、例えばよいしょ、今日ウンベラータについて特集なので、この鉢、気がつきましたか、これはこちらから
いつもね窓際こちら側しか当ててなくて、こう回転させていないので裏側には葉っぱが全然向いていません。埋められたね窓際に置いて育てている、コンパクトに育てたい、こう広がっちゃうのが嫌な場合もありますよね。そういう場合は一定方向、一つの方向からだけ太陽の光をね当ててあげると、このように片側がフロントになるようなね葉が向いて、お部屋の中にこうやって置いても、これ壁際に置けますよね。こっち側壁際に置いても葉がないので壁際ギリギリまで持ってきますよね。こうやってねコンパクトに置きやすいです。そうじゃなくて逆に全面にね葉っぱこう丸く全体に広げたい場合は、定期的にくるくると動かしてあげてください。そうすると葉っぱがね全面向いてねこう広い感じにね育ちます。広いお宅、たっぷり場所のある方はそういう置き方もねいいかなと思います。今日はよいしょ、あと何かな、あと冬の観葉植物気をつけた方がいいこと、もう一つありましたね。お部屋の中に観葉植物を取り込んでしまったって、取り込まないと枯れてしまいますね。ウンベラータなどはね、取り込んだ時暖房が風あなるべくね当てないようにしてあげてください。それでも、冬の室内は結構乾燥しているので、そういう時はね、霧吹き葉水で葉っぱの表面をねこう濡らしてあげてください。そうすると、肌に予防、害虫対策にもなりますし、あと葉っぱに積もったホコリなども取り除けて、冬でもねさっぱりとしたね生き生きと綺麗な感じでねお世話ができるのでね、私は霧吹きで葉水をね観葉植物、室内の冬場は観葉植物に葉水をあげるようにしています。あと何かあったかな、こんな感じかな。今日の本編終了後こんな感じでウンベラータのお話でした。でクマパンもう帰っちゃったのかな。クマパン、皆さんにほらご挨拶して、最後。あと、この後にいつもクマパン演芸の動画をご覧いただいて、最後までご覧いただいてらっしゃる方、エンディングのところでグリーンの絵がぐるぐると回っているところありますよね。あそこは実はウンベラータの葉っぱを拡大して葉脈を移したものをぐるぐると回転させています。今度よかったらね意識して気をつけて見ていただけたら面白いかなと思います。ほらクマパンは葉脈を見るのが大好きなので、そういうところにね実はウンベラータの葉っぱの葉脈が紛れ込んでいます。じゃあ皆さんにご挨拶して、じゃあまたね、バイ。クマパン演芸。